私は津波があった3月11日、卒業式の前日でした。私の学校は高台にあるので、海がきれいに見えます。しかし、その日は波が沖の方へ引いていく瞬間から、堤防を越え、町が波に逃れ、自分の家が流されていく瞬間も込めてみました。その時は言葉が出ず、夢としか思いませんでした。また、私は大好きなおばあちゃんを失いました。最初私はそのこの絆ハイスクールのことを全く知りませんでした。なんだろう、強い味方だなってちょっと感じたのと、16歳の自分は全然将来に夢とか決まってなくて、毎日だらだら退屈だなって思いながら過ごしてます。やりたいことは見つけてますか？10年後の自分にはいい人生を送ってほしいと思う。だから頑張るからね。10年後のお前のために頑張るからね。だから自分自身の頑張りを何もしないでほしい。2011年3月11日に起きた東日本大震災の経験を忘れないでほしい。絆ハイスクールで出会った友達とまだ連絡が取ってるんだろうか。全国に友達がいるってすごいと思う。人との出会いを大事にしてほしい。今はまだガキの私だけど、今まで震災前にいじめとか辛いことをたくさん経験してきたけど、それをちゃんと覚えていてほしい。辛いを幸せに変えてみてほしい。16歳の俺は毎日自力で頑張ってるよ。10年後の俺、いや5年後の俺、3年後の俺、明日の俺でさえどこで何やってるかわかんないけど、いつだって俺はバカだ。さハイスバリオに必死で生きてんだろうな。ただ一つお願いがある。どんなことがあっても音楽が好きっていうこととバンド活動でプロになるっていう夢は変えないでほしいかな。てか俺の字汚ねえだろ、ちゃんと読めっか。俺はゆっくりゆっくり一つ一つ階段を見つめながら人生という階段を登ってるよ。大切な人を作って死なずに夢を叶えれるよう頑張れ。ノーミュージックノーライフ。